お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM ベースボールカードタイムトラベル1985の開封動画です。これ前にね一度、上げております。よかったらねこっちの方もぜひ、見に来てください。よろしくお願いいたします。でこちらはワンボック、失礼しました、ワンパック6枚入りでワンボックス15パック入りとなっておりますので、前編後編ずつ、分けてやっていきたいと思います。まずは前編の8パックでございます。こちらね、OB がね出てきますのでね、懐かしいとね思ってくださればありがたいと思います。それではいきます。前編の 1パック目でございます。広島の山崎雄三外野手でございます。中日の矢沢健一内野手でございます。でこちら100系新幹線がデビューした時のカードでございます。ロッテの西村のりふみ、内野手でございます。かつてロッテとオリックスのね監督もされておりました。で南海ホークスの加藤慎一投手でございます。で太陽ホエイズの斉藤昭雄投手でございます。2パック目でございます。このねシーズン、このカードもね結構レトロ感があっていいですね。これ阪神の桑原健太郎投手のねカードでございます。南海ホークスの山内和弘投手でございます。で阪神タイガースの、これランジーバース内野手のね、カードでございます。西武の渡辺仁信投手でございます。かつね監督経験もございます。ロッテの横田正史外野手でございます。日ハムの、柴田康光投手でございます。3袋目でございます。こちらねオリックスの成瀬義久投手のねカードでございます。ヤクルトの荒木大輔投手でございます。で阪神のこちらね平田勝雄選手が1試合4犠打をマークした時のカードでございます。で阪急ブレーブスの弓岡慶次郎内野手でございます。で近鉄バファローズの梨田正隆捕手でございます。かつてね監督経験もございます。もちろん日ハムのね監督もございます。南海ホークスの山本和則外野手でございます。4袋目でございます。で日ハムの中西直樹投手のカードでございます。日ハムの角広志投手でございます。阪神の吉田芳雄監督のカードでございます。これ赤文字でございますね。あ、これ限定カードでございます。でこちらがですね、30分の5となっております。ちょっとね見落とすところでございました。でバックススクリーンの3連発でこれ植草忠男アナも絶叫した時のこれカードでございます、ね、懐かしい方もねいらっしゃると思います。読売ジャイアンツの吉村貞明外野手でございます。で広島東洋カープの高橋義彦内野手でございます。
はい。で、5袋目でございます。阪神タイガースの中西清輝投手でございます。で、読売ダイアンツの原辰徳内野手、現在はね、あの監督でございます。で、日ハムの田中幸雄投手がノーヒットノーラン達成卒のカードでございます。で、ヤクルトスワローズの広沢克己、が内野手でございます。失礼いたしました。で、西武ライオンズの石毛博道内野手でございます。で、広島東洋カープの川端淳投手でございます。はい、6袋目でございます。で、ロッテの内達也投手のカードでございます。で、阪神の岡田彰布内野手でございます。現在はね、あの監督でいらっしゃいます。で、バックスクリーン3連発で草アナも絶叫叩きのカードでございます。で、ジャイアンツの吉村忠明外野手でございます。広島東洋カープの高橋義彦内野手でございまして、太陽ホエーズの遠藤和彦投手でございます。はい、7袋目でございます。近鉄バファローズの羽田浩一内野手でございます。で、中日ドラゴンズの平野健外野手でございます。で、阪急ブレーブスのこちら、松永ひろみ内野手のカードでございます。で、阪急ブレーブスの今井雄太郎投手でございます。で、読売ジャイアンツの西本貴史投手でございまして、新日本製鉄が釜石が7連覇を達成し、松尾雄二選手が引退した時のカードでございます。で、最後8袋目でございます。近鉄バファローズの石本義明投手でございます。千葉ロッテの西名時成投手でございます。で、広島東洋カープの、これは川端淳投手でございます。で、近鉄バファローズのこちら中根、正弘っていうのがね、名前ごめんなさい、投手が、プロ野球5万号を放つ時の、ね、これカードでございます。で、太陽ホールズの田代富夫内野手でございます。で、最後はですね、これは、これ朝倉美希、さんのね、ヒーローが大ヒットした時のね、カードでございます。多分ね、懐かしい方もいらっしゃると思います。はい、以上でございます。以上で BBM ベースボールカードタイムトラベル1985の開封動画、前編を終わりたいと思います。今度ね、後編の7袋もやっていきたいと思いますので、よかったら後編もぜひ、お楽しみください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。